6月といえば上半期ラストの月。萌さん、今年の初めの方に立てた目標覚えてる？取り組めてる？もちろん覚えてます。本気でギターを弾けるようになるでしょ。忘れるわけないじゃん。ちゃんとこのピクミで宣言したんだから。じゃあ安心だね。今後も引き続き頑張ってくれ。ミクさん本気でドラムやるって言ってたけど、どう？期待してて。え？期待してて。じゃあミーティングしよう。ピクシスの夜空の下でミーティング。こんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は二人きりの秘密の会議をお届けしています。今回はこちらのコーナーをお届け。占い師萌リスナーさんから生年月日のデータと手相の写真を送ってもらい、それを元に私占い師萌がガチで占いをしていくコーナーでーす。はあ、さあ今日も一丁一人救っていきますか。そんなコーナーだったんだ。今日もね、誰かを救って、誰かを毎日救って救っちゃおうかな。そのヒーローみたいな、ね。今回はピクミンネームムーランドさん、ありがとうございます。みくもえさんこんにちは。こんにちは。今回もえさんに占ってもらいたいことですが、私は現在大学3年で将来について考えることが増えてきました。私自身は落ち着いて職もいいと思いますが、何か大きなことをやれる面白い仕事をしたいなというふうに考えています。なので今後の私の仕事運はどうなっていくのかということと、保育園から高校まで一緒で、今でも連絡を取ることがあり、気になっている女の子がいるので恋愛運にもついても占ってほしい。よろしくお願いします。幼馴染じゃん。保育園から高校まで一緒で今でも連絡取るって、付き合っちゃいなよ。付き合っちゃいなよって。もう占いとかどうでもいいから付き合っちゃいなよ。まあそれができたら苦労せんのよな。でもちょっと長くいすぎてね、男女として見れないみたいなのもあるかもしれないんだよ。そうね、私そうね、幼馴染そういう風に見れんな、あんまりな。まあでも手相に出てますから、すべては。とりあえずじゃあ手相からいきましょうかね。はい、ムーランドさんですね。ムーランドさんの手相、みんなここにね、大きな線があると思うんですけど、もうすごいよ、突っ切っちゃってる。もう突っ切って奥まで行ってる、もうこの線。それすごいね。めちゃめちゃ突っ切ってる。で、突き出る上にですね、ここにね、下の方にこういう風に線があるんですね。こういう。うん。これはね、なんか人に気使えるとか、こう割とこう言うことを聞ける人。へえ。これ？優しい人。まあちょっと自己主張が苦手だ。意外と苦手。ない。見てももうないから。じゃあもう見ないよ。見んのやめよう。もう見ないって。うん。でも今日いつもよりなんか手相出てたよね。あれでもなんかちょっとツルツルになってる。ハンドクリーム塗ったからだよ。ハンドクリーム塗っちゃったからツルツルになってるさっきより。ちょっと乾燥してるぐらいの方がいいんだよ、ミクの手は。なんで塗っちゃったんだ。乾燥するとちょっと指紋出てくるから。いい匂いはするけどね。乾燥すると指紋出てくるタイプだから。そうね、こういう感じでもね、ムーラノさんの面白いのね、右と左手の手相が全然違うんだよね。これは親指がこっちにあるってこと。こっち左手だ。これ左手なんて。そうです、そうです。で、今右手の場合はね、逆でですね、こうなってもう鳥の足みたいになってる、3つに分かれてる、これも左、ちょ、これ左手しか用意してないから許したって。これデフォルトで左手の手の写真なのよ、そう、で、こういう手相になってて、反対側はこういう手相になってるからね、結構ね、なんか不思議な人。でもね、思いやりえぐい人だよ。この手相はね、思いやりがすごいあるし、しかもこれ気使えるし、なんかその人の言うこと聞けるから、なんかどんなとこでも生きていけそう。で、優しい人なんだね。そう、仕事運的にはね、2021年いいよ。つか恋愛も、つか全体の運勢。おお、そう、だから今年勝負じゃん。そう、大学3年生で今年就職、来、まあ、就活しつつ。来年ちょっと運気悪いですね。あれ就活の時期。今年もう決めようじゃん。だから今年中に決めた方がいいよ。いろいろ。多分来年決めた職場は後ほど辞めます。断言してる。うん、これはもう断言できるので、職場、就職先は年内に決めてください、絶対に。はいはい、なるほど。
で面白い仕事をしたりっていうね、割とそういう性格なのめちゃめちゃわかる、運勢してるんですよ、うんうん、だからなんか芸術的な才能あるので、あんまりこうなんかサラリーマン型っていうよりかは自分で自由に創作してクリエイティブな仕事の方が向いてるね。なるほど、うん、あんまりこう普通に型にはまった仕事はつまんないって思って辞めたくなるタイプ。でなんか恋愛的なことで言うと、なんかね、あの一人の時間すごい大事なんだけど、でも一人だと寂しいっていう、こっち結構天の弱なめんどくさいタイプ。追いかけられるとダメだけどみたいな、追いかけたいタイプなっていう感じだから、この女の子のことを追いかけてええんちゃうね、それが合ってるんならね、うん、で2024年が一番恋愛運ベスト。おお、そうだ、結婚もいい、いいじゃん、結婚運一番高い、ここ近年で。いやでもだって、でも今年付き合って24年結婚は、でもさ、でも結構さ、もう社会人1年2年目とかだから、か大変な時期よ、結婚大丈夫？いや、そこでした方がいい。あ、その後ね、運気下がるので逃しちゃう、しばらく。うーん、からもう覚えといて、ムーランドさん、2024年は大事な時期だと。恋愛大事時期、恋愛大事時期。まあ、あとね、手相はね、まあ普通手相はまあ普通ちょっと急にね、うん、急に投げやります。手相を見つめんのね、もう疲れてきたのよ先生もえさんちょっとね、手相のシワがもうどれがどれだか分かんなくなる。先生早いですよ。でもね、あのじゃあ生命線めっちゃ長生きすごい、すごい長い、手首まである。すごい、野球ボールみたいな。そんなことなることある？すごい、この人病気しない、もうすごい、生命線綺麗に濃くはっきり長くあるから、なんかもう由来でもないし邪魔な線も入ってないし、めちゃめちゃ健康。いいな、すごいいいことだよ。とか、まああとそれで言うと、これ本当にね、この人右手と左手のね手相違いすぎて、ちょっと変わる人なのかもしんない。結構手相が、あ、運命がね、そう、運命が変わる人なのかもしんないからあれだけど、でもちゃんとね、あの海外線みたいなのもあるし、モテ線ちょっと出始めてるよ。あれ、運命線っていうの真ん中にあるんだけど、そこにこういう風に、こういうね、運命線がないんだ運命線ないわ、もう終わりよないよ、運命線。運命線なんでないの、本当にないじゃん。うん、そう、なんでないの、自分の運命は自分で決める。まんま言いましたけど、まんま言ったな、受け売りやったな、はい、なんかね、こういう線が出てると、運命線にこういう日本線みたいなのが出てるといい傾向ですよ。で、これ結構年齢上に行くほど年齢が上なんだけど、ただね、結構中間ぐらいにあるから、もうちょいかな、まだ若いから、うん、24年頃かもしれない、もしかしたらだからそのぐらいにモテ期が来ると覚えておいてください。だからちゃんと2024年に自分のモテ期を生かして結婚できる相手を見つけて、もう2024年にゴールインした方がいい、へータイプです。なので頑張ってください。ちょっとこの幼馴染のことをね、応援したいけれども、応援しましょう。とりあえずはモテちゃうんだね。進捗お待ちしております。頑張れ。はい、終わり、はい、終わりです。ピクシスの夜空の下でミーティング、お送りしてきました、ピクシスの夜空の下でミーティング、エンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして学校の宛てのお手寄りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは PYXIS です。はい、ということで第453回目の放送いかがでしたでしょうか。薄くあって運命線、なんかね、ほんとに薄いよね、ほんとに薄い。こうやってこうやって見たらあるみたいなあのね、私ごときじゃまだ見れないミクの手相はちょっともうちょっと経験とかを積まないとミクの手相、うん、だから私ミクの手相を見られるようになるまで頑張るありがとう。いろんな人の見てようやく覚えてったらできるから、占いの重鎮たちに、本物じゃないと見れないわ、うん、ミクの手相。本物の人お待ちしております。急にサンマルクカフェにしちゃった。ほんとだ。こういうのはこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスのトヨタ萌えとピクシスの伊藤ミクでした。また明日この屋上で会おうね。チョコクロ最高。